先進の技術によって誰も真似できない価値を提供し続けてきたシトロエン。2008年新型シトロエン C5 はスタイル、品質、パフォーマンスの全てにおいて大きな進化を遂げました。伝統と最先端のテクノロジーを融合させた新型シトロエン C5 は乗る人全てにファーストクラスの時間を約束します。今までにない走りの世界、そして五感に響く車として、新型シトロエン C5 セダンとツアー、2つのボディタイプで今デビューします。シトロエンの独創的な美へのこだわりは C5 のダイナミックでエレガントなデザインに象徴されています。新型 C5 は先代モデルと比べてボディサイズの大型化が図られました。セダンは全長でプラス 55mm、 ツアーはプラス 5mm、 ホイールベースではプラス 65mm となり、セダン、ツアーも全幅でプラス 80mm 拡大されました。クロームで縁取られた大型のダブルシェブロン、その延長線上にある長く鋭角的なヘッドライトからボンネットへと続くエッジの高さだけ、そして大型エアインテークの採用により他のどの車にも似ていないシトロエンらしいフロントマスクを作り出しています。セダンのルーフラインはなだらかな弧を描き、高めのウエストラインと 2815mm というロングホイールベース、力強いホイールアーチは卓越した性能をアピールしています。リアビューはシトロエン大型サルーンの象徴である、個性的なリアウィンドウの形状が強い存在感を示しています。ブーメラン型のリアコンビネーションランプはトランクリッドとリアサイドに広がる二分割式を採用、伸びやかなルーフラインと引き締まったリアエンドが完璧なバランスを表現した C5 ツアーはエレガントかつダイナミックな個性を主張しています。ボディラインと一体化したクロームのルーフレール、リアエンドと一体化したテールランプ、美しさと機能性が両立した C5 ツアーはユーザーのライフスタイルを大いに刺激するでしょう。フォルムと見事に調和しながら徹底的に広がりと品質を追求した新型シトロエン C5 のインテリア、直線と曲線、そして異なる素材が織りなす優美なラインは C5 の個性を際立たせ、室内の広さを強調しています。素材選びと見た目品質へのこだわりによって生まれたかつてない上質感、インテリアカラーはバチナムとリストラルの2種類を設定、2リッターモデルにはハーフレザーシート、3リッターモデルにはフルレザーシートを採用しました。快適な乗り心地とホールドの良さ、機能性が融合したファーストクラスのクオリティを実現したフロントシート、 C5 のフロントシートにはクラス初の採用となるバックレストトップ部分の角度調整機能を装備、最大で25度の調整が可能、ドライバーにはベストのドライビングポジション、パッセンジャーにはリラックスしたポジションを提供します。リアシートはロングホイールベース、またセンタートンネルのないフロア設計により余裕あるスペースを確保しています。ツアーラーには電動サンブラインド付き、パノラミックガラスルーフを標準装備、明るく開放的な空間を乗員に提供します。さらに新型 C5 には落ち着いた空間を演出する様々な工夫が採用されています。落ち着きのある空間を演出するアンビエンスイルミネーションは室内灯後方、グローブボックス上部、インナードアハンドル部に装備され、夜間、柔らかな光によって室内を心地よく演出します。またフロントドアポケットに手をかざすと自動的にイルミネーションが点灯、ファーストクラスの空間を演出します。
新型シトロエン C5 には左右独立調整式オートエアコンを標準で装備、さらにリアシート乗員のためにBピラーや専用吹き出し口も装備されています。ボディサイズの大型化に伴い C5 は大容量のラゲッジスペースを確保しています。ツアーは大きな開口、低くフラットなフロアの採用によりリアシートを落とし、トロカバーをつけた状態で505リットルもの大容量を確保。ラゲッジスペース左右には小物収納に便利なスペースが確保され、トロカバー、ラゲッジルームセパレートネットも標準装備されています。新型 C5 ツアーにはシトロエンとして初めて電動テールゲートが採用されました。リモコンキーによるオープン、テールゲートボタンの操作によりゲートのクローズができます。またこのシステムには挟み込み防止機能が装備されており、安全性の向上にも貢献しています。ゲートオープン時の角度、好みの角度に設定することができ、オープン時の高さ設定機構も装備されています。またツアーにはラゲージルームハイトコントロールスイッチが標準装備されています。ハイドラクティブ3プラスの機構を生かし、荷物の積み下ろしの際スイッチ1つで最大120ミリ車高を変化させることが可能です。 C5 には抜群の操作性とエアバッグ展開時に高い効果が期待できる新世代センターフィックスステアリングが採用されています。センターパッドの右側にオーディオ関連スイッチを、左側にクルーズコントロールとスピードリミッターのスイッチを配置、マルチファンクションディスプレイなどの操作には使い勝手に優れたジョブダイヤルを採用しています。メーターパネルは視認性に優れた3連動クラスターを採用。このデザインは航空機の掲示板にヒントを得てデザインされました。速度計、タコメーター、燃料計はいずれもアナログ式を採用。針がメーターパネルの外周を回り、ドライバーに瞬時に情報を伝達します。メーター中央部には車速、ドライブコンピューター情報のほか、車両の状態を表す各種メッセージやサービス情報などが表示されます。